ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW M2、 こちらをご紹介させていただきます。ちょっと久しぶりのいじりもんということで。そうですね、はい、今回結構いじってあるんですよね。結構いじってると思います。はい、はい、なのでちょっとその辺のカスタマイズしてるところと、はい、僕的に結構興味があるところなんで。そうなんですか、はい、このぐらいのボディサイズの車、はい、結構ストライクなんです。ストライクなんですか、はいはい、なのでちょっと詳しく見ていきたいと思います、はい、でまずボディ全体からいくと、まあ、一度グラーテの方でもご紹介させていただいてるんですけども、はい、結構なんかこう M3 よりこうちょっと一回りもちろん小さいわけじゃないですか、はいはい、M3、M4 より、けどなんか3646時代からするとなんかそっちの方に結構つながるというか。そうですね、はい、昔によると M3 に近いボディサイズになりますね。全長が割と似ている感じ。似てますね、はい、で幅がちょっと少しだけある感じなんですね。そうですね、はい、なのでもうその辺に馴染みを持ってる方だと、はい、逆にこっちの M2 の方が、はい、ちょっと M3 とか M4 っぽいというか、サイズ感的ですね、はい、サイズ感的に結構しっくりくる、はいはい、そんなボディサイズじゃないかなと思います、はい、で外観からいくといろいろカスタマイズしてるんでちょっといろいろ触っていきたいんですけど、まあ、エンブレムが黒くなってたりとか、グリル黒いのもこれあれですか、オプションかなんかですか。グレードとか年式とか別に言わなくていいですか。あ、グレード年式今回触ってきますか。一応言ってきますか。はい、一応その裏当てで前取ったのはコンペティションってやつなので、一応グレードとしてグレードとか、まあ前期中期後期っていうとすると、これは今本当に前期になります、はい、前期があって、まあ、その中期があってコンペティションが流れになりますので、まあ、このグリル関係も前期中期後期で全然違います。あ、そうなんですね。違います、はい、で、まあ、前期のこのグリルと中期はこの幅がちょっと変わって、で一番後期っていうのもグリルがくっついてる感じ、あ、そういう感じになってます。なるほど、はい、まあ、で今回はその M パフォーマンスのブラックグリルに変わってますので、まあ、でもそんなにデザインがどうこうっていうのはないと思いますけど、そういう感じになります。じゃあオプションのグリルになってます、はいはい、でこの辺も少しなんかちょっとステッカーというかで、はい、ちょっと質感が変わってたりとか、はい、でよく見るとベースナンバーベースもしっかりボディ同色にペイントされてたりとか、ね、はい、あとこのダクトのところ、これがなんかちょっと結構大きく印象違います、はい、そうですね、ここも M3 とかは結構その M パフォーマンスであったりするんですけど、 M2 はないので多分これは車外のものだと思います。車外のなんかカーボンパーツがついて、はい、もう表情がガラッと変わってると、はい、こんな感じの前回りになってます、はい、前回りですね。そして早速横に回っちゃいましょうか。横がもう結構豪華なんですけど、これすごいですね。まずブレーキが、はい、なんとブレンボのブレンボです、はい、ブレーキキットが入ってて、とにかくでかい。でかいですね。先に言っちゃうとホイール側だってこれ20インチじゃないですか、はい、20インチでパツンパツンなってますよ。でこれ以下は入らないですよね。ですよね、はい、もう ほとんどこの外径も隙間がないぐらい、はい、6スポットの2ピースローターで入ってます。ローターまたこれレーシーですね、はい、これ詳しいんじゃないですか。あ、詳しくないですか。僕正直ミニの時にまあブレーキ交換かなりはやったんですけど、うん、やっぱり同じものしかつけないんですよ。そんなにラインナップがないんで、うん、なんでちょっとあんまりミニだと馴染みがない感じですけど、うん、まあ、キャリパーもこんな大きいのまず使わないんで、はい、ボディサイズからしてもかなり大きいキャリパー、そしてローターもかなりレーシーですよね、2ピースで。これにしてこれだけ大きくしても純正よりは軽いになってるんじゃないですかね、うん、ちょっと正直スペックは分からないんで何とも言えないですけど、はい、ただストッピングパワーは多分半端ないと思います ね、はい、どこからでも止まれそうな感じがしてます。で多分ダストもこの量からするとおそらく低ダストのブレーキパッドとかも入ってないと思うんですよ、うん、だから効きも本当にそのまんま、はい、で結構大きくしてもその見せたいブレーキの場合は低ダストブレーキパッドと組み合わせて、うん、ちょっとブレーキの効きを少し抑えてこう入れたりすることもあるんですけど、これは多分ブレーキ効き優先のまんまつけてます、うん。そしてパッドは純正のままってことですかね。多分ブレンボ純正か、うん、もしくは車外のスポーツパッドに変えてるかっていう感じだと思います、うん、ちょっとその辺も実際乗ってみたいと思います、はい、で組み合わせるホイールがアドバンの単造モデル20インチ、はい、これ20インチ入っちゃうんですね。入っちゃいますね。なんかボディサイズからするとなんか20インチ、ね、はい、とてもとてつもなくでかく感じますけど、はいはい、普通に結構入っちゃうんですね、はい。でサイズ これ以上は厳しすぎですよね。あ、そうですね、うん、もう目いっぱいのサイズって感じです。でフロントが245でしたっけ。そうですね、245-3020、はい、こんなのが入ってます。で車高もかなり今回そうですね落ちてますね、はい、ファーブのバージョン3、はい、そうすると減衰が伸び縮みで、はい、両方
調整できるタイプのが入ってると、はい、で、まあ、車高調整なんで、車高調整式サスペンションなんで、まあ、上げたり下げたり希望があれば、でもちょうどいい感じじゃないですか。ですよね。ですよね。いじり方ってなんかさっきもちらっと話しましたけど、そのサーキットっていうよりかはやっぱちょっとこう走り屋さん系のいじり方なんですかね。あくまで多分ストリートの延長線上っていう感じじゃないかなっていう。いじり方なんですかね。サーキットガンガン行ってっていう感じではないと思います。そうですよね。そうするとホイールも小さくした方がいいとか。そうですね。多分スポーツタイヤが20インチだとかなり選択肢が絞られてきちゃうんで、でそこを変えるとなるとブレーキまで 見直さなくちゃいけなくなっちゃうんで、多分あんまりサーキットとかっていう感じの車ではないと思います。イメージはちょっとストリートを延長したいじり方って感じがちょっと感じられる感じですね、はい、そして横のこの辺もカーボンになってたりするんですね。これは M パフォーマンスの純正の、はい、じゃあ純正 M パフォーマンスパーツが結構盛りだくさんなんですね。そうですね、はい、結構 BMW ってあれですよね、純正の M パフォーマンスのパーツが結構そのなんていうんですかね、結構価格もそこそこいい、お買い得な価格で出てたりしますし、まあ、クオリティもいいので皆さんやっぱり結構使われますよね。そうするとその流れでこのミラーのカバーなんかも、はい、まあ、これもですね、よく見るとコンペティションなんですよ。ミラーあミラー変えてるんですよ。これじゃあベースごと変わってるってことですか。変わってます、はい、もしかしてこのとんがってるやつ。そうです、それこの形がコンペティションのミラーなので、な通常の M2 のミラーはもうちょっとそのなんですかね、ドンと落ちてる。あ、なるほど。この尖りがないわけですね。 ないですね、はい。でこれこっち側だけじゃなくてちゃんと内側のこのベースもちゃんとその形になってるという、はい、これ M パフォーマンスのやつだと思います、ね、これ結構しますよね、多分ベースごとだとすると思いますね。じゃあ詳しい人が見るとおっていうポイントなんですね。そうですね、いやポイントは多分押さえてるいじり方だと思います。なるほど、はい、であとはルーフが今回黒くなってて、これラッピングですかね。これラッピングですね。なんか全体に的にちょっと引き締まった感じで、はい、ちょっとスポーティーな印象になってます、はい。そしてあの、はい、M2 ってあのカーボンルーフがないじゃないですか。 M3 とか M4 とか、はい、カーボンルーフあるんで、まあ、どっかメーカーでカーボンルーフのやつもありましたけど、後からする、ね、後からルーフ、はい、まあ一応ラッピングですね。なんか全体的にちょっとそんなイメージの、はい、カーボンルーフをちょっと彷彿とさせるような、はいはい、ちょっと引き締まった印象のルーフになってます。そして横毎回僕触れちゃうんですけど、はい、ストーンガードがちょっと、はい、そうですね、純正基盤できちゃうんですよね、はい、これ BM だけじゃなくてポルシェとかも結構基盤ちゃうんで、はい、ぜひともあのお買い上げ時にはツッチオリジナルストーンガード作ったらいいじゃないですか。前回も言ってましたね、こだわりの前回も言ってましたね、はい、結構でも車外だとその透明度もっと高いやつとか、はい、劣化しても黄色くならないやつとか結構あるんで、まあ、僕としては張り替えたい、うん、はい、です。で後ろに行くと後ろこれホイールも同じように20インチ、はい、フロントよりちょっと太くて275でしたっけ、265か26530で、後ろもブレーキ入ってるんですね。入ってますね。もう前後って結構いい金額しますよね。いやこれ多分大台超えますよ。超えますか。多分超えると思います、うん、きっと、まあ、高知に入れたら確実に超えてくると思うんですよね、うん、それ考えるとかなり今の値段設定で僕安いと思いますよね。いやあのハマる人にはかなり安いと思います。安いと思います、ね、はい、であんまりこう派手な改造してないじゃないですか、はいはいはい、なので本当に今回の車お買い得でもあると思うんですよね。詳しい今価格だったり、詳細は動画の説明欄の方にもリンク貼ってありますのでちょっとそちらをご確認ください。でリアは同じようにブレンボの、後ろは4ポットなんですね。そして2ピースのローターが入ってます。で後ろの車高もかなりいい感じに、そしてフロントは素通りしちゃいましたけど、はい、M2 ってことで結構フェンダーもボリュームありますね、はい、そうですね、はい、これ斜めから見るとすごいですね、はい、特にリアえらいことになってますよこれ、うん、迫力ありますよね。幅が1800、はい、いくつなんですよね。そうです。結構3646と大きく違うところはその幅が結構、うん、幅がそこでちょっと傘増しというかしてありますよね。ですよね、はい、でホイールもその分もちろん太いものが入ってると、だからもうこの辺のラインがこの分厚くなってさらにここから出てますからね、はい、そして後ろに行くと後ろも結構いじってありますね、はい、まあ、このスポイラーはこれも M パフォーマンス。あ、これは M パフォーマンスなんですね、はい、なるほど。そしてリアも同様にエンブレムが黒くなったりとか、はい、これ最初からですか。いやこれはですね後期はこの色なんです。あ、なるほど。コンペティションになるとこの色になるんですけど、まあ、この年式のやつは本当は普通のメッキというかシルバーのやつなので、あ、じゃあその辺も合わせてカスタマイズされてるんですね。でテールランプも全体的にちょっと黒っぽくなってるようで、はい、よく見るとフィルムがスモークのものが貼ってあるみたいです、はい、でここに合わせてこのリフレクターもしっかり黒くなってるんですね、はい、あれちゃんとあれですね、隙のなく隙なくやってありますよね。隙なくやってますね、はい、
そしてリアはこのマフラーとディフューザーが変わってるんじゃないでしょうか、はいはい、ディフューザーも M パフォーマンスですね。あ、じゃあもうフロントサイドリアで一通りついてる感じなんですね。でフロントはグリルだけですね。だから M パフォーマンスの外装のものに関しては、はい、まあ、細かいところは抜いて、まあ、ポイントを押さえて、ね、ほぼ一式ついてる感じですね、はい、でマフラーも高級品がついてるじゃないですか、はい、AC シュニッツァ、 AC シュニッツァ、もう BMW といえば AC シュニッツァはい、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、トランクもちょっとこのボディサイズからすると気になるところなんですけど、まあそれほど大きくはないですね、はい、でも結構広くないですか。サイズ的にはね、じゃあいつものゴルフバッグ、はい、いますか、はいはい、なんか他のメーカーのこのサイズの車にからするとちょっと広い気がします。あ、ちょっとギリ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 ですね。ギリギリ入らないって感じ。入らないかも、入らないかな。あ、割と奥行きはあるんですけど、はい、どうしても幅がないんで少しちょっとゴルフバッグだときついかもしれないですね。一応トランクスルーは、そうですね、トランクスルーをちょっと活用していただくような感じになるんじゃないかなと。でもこのサイズだったら十分だと思います。こんな感じじゃないでしょうか。BM 本当トランク広いですよね、うん、そしてこの下には収納というかバッテリーのスペースが少しある感じですかね。あとパンク修理キットが積んであります。はい、じゃあ続いて内装も見てみたいと思います。当然のコンフォートアクセス付きで、そうですね、はいはい、そして内装はこんな感じです、はい、全体的にこの青と黒と、はい、まとめられた感じで、パッと見普通に見えますけど結構いじってます。あ、そうなんですか、はい、いじってるというか、あのついてるものはついてますね。どこからいきましょう。ライトも見える、ね、はい、そこの M のライトもそうですし、これオプションですか。はい、しっかり M のロゴは、はい、はい、そしてドアからいくとここもそうですね。え、これもオプションなんですか。そうです、オプションです。あ、そうなんですね、はい、ちょっと外装のこのツヤのあるカーボンと違って、はい、このザラザラの M2 に関してはツヤのあるカーボンじゃないんです。あ、そうなんですね。なんていうんですかね、なんとかカーボンっていう、ちょっと調べましょう、はい、多分正式名称があると思うんで、はい、そのカーボンが、はい、標準になってます。ちょっとこの折り目のこの質感が直接伝わる、ね、はい、このボコボコした、はい、カーボンがこう使われていると。で青いステッチにこの BM 独特のこのちょっと何ていうんですか、しっかりめのレザーでここがなってると。でこっちがアルカンターラなんですね、はい、そしてハーマンカードそれもオプションです。しっかりついてる、はいはい、なんかオーディオを楽しむ車ではない気がしますけど、いや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 ついてて嬉しいハーマンカードも、はいはい、そして内装シートの方に行くと全体的にこの青ステッチが効いてる真っ黒のシートと、これ背もたれのところに M のロゴ入ってるんですね。そうです、入ってますね。 M4 みたいにこう光ったりとか、いや、プレートがついたりとかっていうわけではないですけど、はい、ちょっとさりげなさがいい感じです、はい。で思った以上になんかシートこうスポーツしてないんですね。もっとなんかこう張り出し高いかなと思ったんですけど、あ、意外にちょっと座ってみるといい感じだと思いますよ、ね、オールドはいい感じですね、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。多分以前、はい、浦和店で紹介したのはコンペンションだと思うんで、コンペンションとこの前期って言いますか、このモデルのシートが違うので、あ、そうなんですね、はい、そこでちょっと変わっていますね。で座った感じでいくと、まあ、調整はもう本当にスタンダードな高さ調整とリクライニングとっていう感じです。でいいのは BM 結構全般こうシート結構下がりません？下がりますね、はい、結構低くなりますよね、はい、なんでちょっとローポジションが、僕の好きなローポジションができます。でメモリーがついてて、はい、あと背もたれのこれ何でしたっけ、ナンバーサポートがついてると。で全体的なホールド感に関しては背中のホールドいいっすね。いいですよね。いいです、はい。ただ足はここかなり低いんでだいぶゆったりしてます、はいはい、本当に見た目以上にちゃんとホールドされる、そんなシートになってます。で運転席からの視界はこんな感じです、まあ、BM 独特のちょっと太めのステアリングと、なんかちょっとでもステアリング大きくありません？気のせいですか？そう、気のせいじゃない。なんか車のボディサイズからと、あとこのスポーツ差からするともうちょっとちっちゃいステアリングが良かったなっていう気がしちゃいます。そうですか、はい、あんまり感じたことないです。本当ですか？まあ、ちょっと前回乗った車が GT4 だったんで、うん、GT4 ハンドルちっちゃいじゃないですか、うん、はい、それからするとなんかちょっと真逆のなんか太めでちょっと大きめでっていう、そ
こら辺ってやっぱりあの幅を持たせてるんじゃないですか。 GT4 だとやっぱり寄せなきゃいけないじゃないですか。ああなるほど。そんなに超スポーツってわけじゃないですか。超スポーツでもないです、はい、多分 M スポーツとかとも共有してる部分もあると思うので。ああなるほど。そこら辺は、まあ、モデルのグレードとしてのやっぱりコストの部分もあったりするんで、立ち位置的にも、立ち位置的にはやっぱりそこら辺は間を取った大きさじゃないですかね。なるほど。でこの辺マルチファンクションと、はい、はい、ついててパドルもちょっとこう高さはありますけど、ちょっとシャープのデザインので、この辺のレバー類で、このステアリングの調整は全部当然の手動なんですね。そうですね、はい、こんな感じで割と調整の幅は広めです。でメーターはこんな感じ。これ専用ですよね。専用ですね。 M のロゴが入った、はい、もうスタンダードな、ものすごく視認性のいいメーターになってます。メーターでも中期前期後期ってあるんですよ。あ、そうなんですか。じゃあこの前期のタイプのグレーのメーターになってます。でこっちに行くとナビがこんな感じで、ちょっとオンにしましょうか。この赤いスタートボタンを押すとこんな感じで、そこもやっぱ赤もあれですね、つけてますね。あ、これもさりげない感じで。そうなんですね、はい、なるほど。ちょっと今期は赤になってるんじゃなかったかな。そこはちょっとなんとも言えなかったですけど。なるほど、こんなのになってると。でナビも前期中期後期でちょっと中身違ったりします。そうですね、ちょっと変わったりしますけど、そんなに大きな変化はなかったと思います。少しデザインとか、はい、あとはタッチはないので、はい、なるほど、はい、あ、これが後期になるとタッチがあったりするわけですね。確か M2 はあったのかな、ちょっとそこはごめんなさいでも内装のデザイン違うんですよ、後期と前期と。あ、そうなんですね。あのここ僕たちが見分けるのはここで見分けます。あ、助手席のこのダッシュボードの形が、こういうラインなのが前期で、ここからこういう風に来てるのが後期です。そこで見分けますね、内装。じゃあ結構大きく内装のイメージが違うんですね。イメージが変わってくると思います。なるほど、はい、でナビに関してはこんな感じで、 BM 結構使えますよね、ナビ。そうですね、一回そのナビの検索の仕方は正直あんまり皆さん慣れるまで時間かかったりしますけど、地図の見方とかそういうのはいいと思います。表示関係は割と、はいはい、そして最近珍しいこうディスクスロットルが、はい、しっかりついてて、そしてエアコン関係はシートヒーターが、はいはい、ついてるんですね。ついてます、はい、なるほど。で分かりやすい、はい、まあ、これはもう標準ですね、はいはい、ついてて、でこっちに行くと小物入れとドリンクホルダー、はいはい、そして DCD のシフトと、あとこれがモードの切り替え、はい、こうさらっと言ってますけど、ここ結構あのちゃんとオプションなんですよ。ここそういうことですか、はい、こことこことだ、ここのここは標準です、こっちは、はい、こことここは標準なんですけど、こっちとこことここはオプションです。この3点セットは、はい、結構しますよね。じゃあこれ、いやそんなしないですね。あ、本当ですか、はい、でも統一感があっていい感じです、はいはい、そしてこの中はこんな感じで、少し小物入れと AUX、はい、USB がついてます。そして上行きましょうか。ミラーはこれワイドビューの車外のミラーがついてて、これしっかりあれですよね、あの ETC もそのまま使えるタイプの、はい、はい、まあ、取り外していきますね。それはもう好みで、はい、ご相談いただければ、はい、うん、結構ワイドになってますね、多分後ろの視界が。ちょっと運転の時ね見てもらって、はい、ちょっと見たいと思います、はい、そしてそのまま上に行くとピラーだったり、この辺はちょっと BMW スポーツモデル全部共通ですけど、しっかり全部黒くなってて、でバイザーがこんな感じで、バイザーフェチ、はい、ちょっとバイザーもちょっと努力してほしかったなっていう、うん、そしてグレードです、グレード。本当すか、はい、それもちょっと材質動向もあるんですけど、ちょっとこの薄さがちょっともうちょっと厚みが欲しかったなっていう、めっちゃ薄いバイザーが、オリジナルバイザー作れない。本当すか、うん、ちょっとそんなのになってます。そして後ろに行くともう小島店長スタンバってますけど、はい、はい、スペース的にはどうですか。いやまあこのサイズなので、はい、一応後ろも足は全然大丈夫です。頭も170弱の私であれば全然問題ないです、はい、なるほど。入ってしまえば全然あれですね、まあ、でもそのアームレストとかないので、そのちょっとこうポジションをなんですかフィットさせるのもあれかもしれないですね、まあ、快適に移動できる感じではないですよね、うん、まあ、いやいや全然移動できますよ。快適快適、こうしたい人はちょっとあれですけど。なるほど。アームレストもなければ、はい、リアのエアコンもこのエアコンの吹き出しだけなんで、吹き出しだけですね、はい、でここの結構そのなんていうんですか、ね、
高さがないので意外に平らです。なるほど、はい、だから沈む感じはないです。じゃあボディサイズからすると割と想像するよりかは割と乗れます。乗れちゃう、はい、そんなリアになってます。快適度は5段階にすると3ぐらいですかね。3いきます？あ、いや2かな。2ぐらいで2か3か、はい、それぐらいのイメージいただけると、はい、そんなリアになってます。はい、はい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います、はい、エンジンの方が3リッター直六、はい、直六ターボ、はい、370馬力、はいはい、覚えました。ちょっとこのボディサイズからするとかなり過激なエンジンなんか過激だと思います、はい、ですよね。そうですね、まあ、さっき前期中期後期ってやってコンペーションになるともっとちょっと馬力上がりますけどもう十分です。370あればコンペーションだと410馬力ぐらい。そうですね、はい、ただまあもうこのボディサイズで、はいはい、もう本当に最初にも言いましたけど36とか46が400馬力近く出てると思えば、はいはい、かなり過激な走りが楽しめるんじゃないかっていう、はい、で後でまた試乗していただきますけど今回も楽しいドライブになるんじゃないかなと思います。ちょっと期待しちゃいたいと思います、はい、でボンネットこれ意外になんか普通なんですね。そうですね、もっとなんかこう、まあ、カーボンとは言わないですけどなんかアルミだったりとか、はいはい、まあ、普通のスチールにしてもこうインシュレーターがついてたりするのかなと思いきや、はい、意外にちょっと普通ですよね。えぐってあって、はいはい、もうど真ん中なんか鉄板1枚の、はいはい、ここはコストダウンなんですかね。そうなんですかね。どうなんでしょうね。かこう大きいエンジン積んでるからここをこうやってるかなかって、はい、で割とカバーもついてますけど高さもありますからね、はい、ちょっとかなり楽しみな、はい、そんなエンジンになってます。はい、はい、じゃあ続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。めっちゃいい音しますよね。こんないい音します？いい音しますよね。OK です。 M2 を乗るの初めてですか？はい、初 M2 だったと思います、はい、今回一応見えづらいですけどデイライトコーディングをされてますね。あ、そうなんですね、はい、ここがちょっと慣れないと、うん、どこに入ってるのか迷子になっちゃう感じですね、はい、あとはこのクリップがないのに、はい、慣れないと。で僕ちょっとこの最初に説明するの忘れてたんですけどミラー合わせました？大丈夫ですか？ミラーあこっちがこっちはなんかちょっと低いです、はい、そうですね。コンペンションミラーいいですよね。いいですね。それちょっとしたことなんですよね。なんか運転するときに見えるこのちょっとしたとことか、うん、はい、あレーダーの音消しちゃった。ちょっとレーダーのボリューム OK ございます。ボリューム完了です。多分はい、バージョン3なんで僕まあ一応最初に言っちゃいますけどこれ今回買い取りさせていただいたんで、はいはい、そうなんですよ。それ言うの忘れちゃいました、はいはい、買い取りしたところからちょっとまあ近くだったんで乗らせていただいたんですけど、はい、足回りはまたいい感じですね。全然ゴツゴツしてなくて。そしてあのカスタマイズもあのボンドの方でカスタマイズしたのじゃなくて、はい、ちょっと他店でのカスタマイズになりますけど、まあ、確かですね、はい、細かくコンディションだったり仕様に関しては小島店長がチェックしてますんで、はいはいはい、まあ、でもいじり方はね僕たちから見てもなんですかその、まあ、たまにあるじゃないですか、はい、あいたたたたみたいな、そうそうそう、はい、いうのありますけどこれちょっと どこのメーカーだみたいな、そう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 検索しても出てこないみたいな、はい、でそういうのはありますけど、はい、もうしっかりちゃんとしたメーカーでいじってますから。そうですね、機能パーツはもう一流品でまとめられてますからね、はい、
まあ、その辺でも安心して乗っていただけるんじゃないかなと、うん、逆にそういうのじゃないと僕たちも販売する側も怖いじゃないですか。そうですね、はい、で今回もある程度その純正部品も一応あるということで、はい、取らせてもらってるんで。なるほど。うわめっちゃいい。どこから説明すればいいですか。えどこからまずですね、乗り味的にはスポーティーですけど、はい、突き上げはそんなないです、はい、まあ、これ多分セッティング次第だと思うんですけど、はい、まあ、街乗り仕様で多分車作ってるんで多分そういうセッティングになってると思うんですけど、全然硬すぎないです。むしろちょっと柔らかいぐらい。今はスポーツじゃなくて普通ノーマルですね。このはい、モードはノーマルで乗ってます。で全体的なこの乗った感じとしてはもう BMW っていう感じです。はい、はい、説明できてないですね。ブレーキのあれを聞きたいですね。そうですね、タッチをちょっとこの先踏んでみたいと思います。もうポジションが BM とかって基本的にもう自然じゃないですか、うん、もうペダルもそうだし、うん、少しでもこのフットレストがもう少しいろいろ乗ってるじゃないですか。ツッチーも車乗ってて、はい、でもすごいくないですか。どの車乗ってもピタッと来ません。やっぱいい車って乗った瞬間になんか違和感なくこうピタッと。うーん、そうでもないですか。結構癖あるのはあるっすね。あー、BM は比較的シートとかもピタッとくる。そうっすね、BM、ポルシェ、マクラーレンあたりは、マクラーレンちょっとペダルかなり癖ありますけど、うん、シートに関しては BM 結構ハンドルもペダルもなんかあんまり癖ない感じします、うん、僕個人的には。ただこのハンドルの太さが多分結構好み分かれると思うんですよね、うんうん、ちょっと太く感じる方も多いと思うんですよ。僕もうちょっと細い方がいいかなっていう気がします。一般的に輸入車の、まあ、例えば、ね、うちの見てる方って輸入車乗ってる方多いですけど、国産から乗り換える輸入車って一番の違い多分最初に感じるのシートだと思うんですよ。あ、確かにそれありますね、うん、だそれって別にどのグレードだってもいい車であっても、はい、例えばまあそうなんて言いますか、ある程度そのベーシックなグレードであっても、はい、シートってやっぱすごいよくできてるのは、ね、確かにそれは言えてますね。あと最近あんまりなくなっちゃいましたけど、はい、BMW ってこのシートベルトがものすごく、はい、こうなんていうんですか、緩いというか、はいはいはい、滑らかというか、はいはい、E90 なんかもものすごいこうしなやかじゃなかったですか。結構国産なんかだとこう結構なんていうか硬い硬いというか。あでもね、6シリーズとかだと結構重くなっちゃうんですよね。これ結構シートベルト硬いですよね。硬いですか、ね、はい、だからこれ多分シートについてるあのシートベルトあるんですよ。6のもそうなんですけど、はい、外に比較的硬いです。結構そういうちょっとしたことって重要ですよね、うん、そうですね、うん、そしてステアリングはもう BM 全体言えることですけど少し重めの、はい、でなんかちょっとあの海外の評価見たらその電動になって、うん、ちょっとその36とか46みたいなステアリングフィールを期待してるとみたいなこと書いてあったんですけど、うんうんうん、基本的に走り出したらパワーストオフになるじゃないですか、うんうん、そんなに僕レベルじゃ全然感じないですね、うん、なんかそんなステアリングフィールがこう、うん、ちょっとこう電動になって やられてる感がそれって言っちゃっていいですか、はい、うるせえよって感じじゃないですかそれ多分なんか専門的なことを言いたい人が書いてる気にしません。ちょっとその先入観で、うん、意外にもう普通に D じゃなくてパドルで乗ってますか今。パドルで乗ってます。ちょっと引っ張る感じがあったんで、うん、そんなことないですか。でもオートになってますよね、うん、オートになってます、はい、少しでも引っ張りません。引っ張ります、はい、もうちょっとどんどんシフトアップしていっていいかなっていう気がします、はい、だからパドル触っちゃいましたけど、うん、すんなりと自分モードに入っちゃいましたね、はい、パドル入れながらね。いやとにかくなんか車がやっぱりもうサイズ感もそうだし、うん、乗りやすいっす、うん、なんか僕個人的にですけど、うん、なんかこの M ぐらいのこのぐらいのボディサイズがなんか一番この日本の道路事情とかに合ってる気がするんですよね。でやっぱりちょっとこう操ってる感もあるじゃないですか、このぐらいのサイズが。でやっぱりいろいろなんかこの路面からのものとかも感じ取れるし、あんまり大きくなりすぎちゃうと快適なんですけどその辺が薄れちゃう気がするんですよ。なってるっていうかこれマニュアルにしてますよ。なってるんですかこれ。4、3ってなってるじゃないですか、ああそこのシフトのところがメーター。ちょっと待ってください。だってこれだけ D にするとDD になって1回でもパドル触っちゃうとオートマニュアルになると思うんですか。マニュアルになっちゃうんで、もう一回ちょっと向けいいですか。アイデンティティ
だからここのどうですよね、 D になってる、ここは D になっちゃう、はい、さっきもう入れちゃうともうそこ数字になったらもうマニュアルに変わっちゃうんで、はい、これもう一個ですよね、はい、S っていうのがないんですよね、はい、S がもうマニュアルになっちゃう、はい、いやこれでもなんか引っ張ってる気がするんですよね、気のせいですか、多分もう癖でパドル触っちゃったんですよね、触っちゃいました、いやなんか自分の持ってたタイミングでシフトチェンジしてくれないと、うん、ああまあでもそっか、気のせいでした、すいません、そうですか、はい、ちょっとじゃあ少しだけ370回9、うわめっちゃ気持ちよく走れるっすよ、マフラーも心地いいです、心地いいですよね、はい、うるさすぎないです、はい、そしてブレーキめっちゃ効く、効きます、これやばい、踏んだ瞬間から効きますよね、手動がなんか遊びがあるとかそういう感じじゃなくて、そうですね、めちゃめちゃダイレクト、でもカックにならないですよね、ちょっと割とちょっと急に踏んでいいですか、はい、どうぞ、めっちゃ効きますよこれ、ふわってしか踏んでないですよ今、うん、これよく映画でさキャーってやる、はいはい、できますね、できますよね、はい、これ ABS 切らないとダメですけど、うん、めっちゃ効きますよこれ、しかも結構ブレーキを大きくするとこう効きのこの何ですか、この踏み加減がこう調整できない車あるんですけど、うん、全然普通に踏めます、昔あの某国産車で車外のフロント8かな、うん、リア4ポットのブレーキ、うん、なんかその改造してくれるお店があって、うん、変えた車に乗ったことあるんですけど、すごいですよ、もうちょっと足乗せただけで四輪ロックしちゃうんですよ、うん、ABS もそれ切ってあって、うん、もうこれ乗れないなと思ったんですけど、全然そういう感じしないです、え、四輪ロックしちゃうとどんな感じなんですか、いやだからそのまま滑っていっちゃうんです、ブレーキが止まって、だからもう要は氷の上滑ってるような感じ、そうそうそう、ありましたねそういうの、昔なんかもうそれこそ20年前ぐらいなんかブレーキキャリパー大きければ偉いみたいなブームあったじゃないですか、うんうんうん、その時です、某国産オープンカー、はい、そんなの乗りましたけど、あ、ウインカー出したし、ちょっと待ってください、いやちょっと今回だいぶハマってて、うん、はい、ちょっとどこから喋ればいいか分かんないです、てかもうあの、はい、いいですか、何ですか、もう自分欲しいなモードで、あの堪能しちゃってません、え、堪能してません、その レポートしようかなってよりも、気のせいです、ちょっと違うコース取りたいです、え、違うコース取りたいです、そうそうそう、いやなんか、いやちょっと僕的にはこれ結構完璧なんですよ、うん、サイズ的にもライトを一応つけてもらって、はい、こういう感じのね、あ、なるほど、なんかこの赤いイルミネーション、うん、オレンジ色のイルミネーションとなんか BMW 乗ってんなって感じじゃないですか、そうですね、いや僕的にはこれサイズも価格も完璧なんですよ、なんか、うん、言っときますよ、はい、売りませんよいやでも参考に、まあ、参考になるんですね、はい、正直こう6とかもいいんですよ、 M6 とかもすごくいいんですけど、うん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 、なんかこう持て余しちゃうんですよね僕、あ、駐車場、駐車環境的にもちょっと僕の今の駐車環境だと6までちょっと行っちゃうとあれだなっていう、でも本当にあの僕の担当させてるお客様で、車結構好きな方がいらっしゃって、 M2 乗ってる方いらっしゃる、 M2 か乗ってる方いらっしゃるんですけど、 M2 の他に、はい、ゲレンデと、はい、あとは何乗ってたかな、あ、まあ、いっぱい乗ってるんですよ、はい、あとは何乗ってたっけな、何乗ってたかな、忘れちゃったな、でも出てこないな、はい、まあいいや、まあとりあえずでも あと裏か裏か裏か、はいはい、乗ってないですよ、 M2 も本当楽しいなって、いやこれ楽しいっすよ、楽しいし何かこう窮屈さを何か強いられないというか、うんうん、普通に乗れて普通に速いで、意外にマフラー変えるとすごいいい音しますよね、めっちゃいい音します、うん、びっくりです、いや僕そのメカうんちく語る解説みたいのを見たから、そのやれそのステアリングが電動バーステルどうのこうのとか、うん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 、あともう一個あったのは、うんうん、エンジンが割とこうロングストローク、うん、だからこう昔の NA、M3、M4、M4 はないか、 M3 みたいな高回転まで回して楽しいみたいなのを期待すると結構がっかりするよみたいな書いてあったんですけど、全然全然です、
まあ、そんなサーキットとか今走ってるわけじゃないんで、うん、まあ、全てを知ってるわけじゃないんですけど、うん、しっかりこのエンジンでこのトルクの出方でも楽しさ十分ありますよ。いや、ちょっと普通におかわりしたんで、はい、スポーツモード行きましょうか。スポーツモード乗りたいです。よろしくお願いします。スポーツダイナミック、あ、で毎回言いますけど、これをどうして M2 にしなかったんだって、 M2 にしなかったんだって。スポーツプラスにしましょうか。持っちゃいますね。スポーツプラスでいいですか。はい、でマニュアルモードにしますか。はい、あ、スポーツモードって横滑りオフですよ。はい、いいです。いいですか。はい、振っていいですか。振れないですけど。 D マニュアルモードする。いや、どうしてもマニュアルモードにしときますか。出るんですね。このでもあれですね、ハンドル切ってシフトしたい時だけですね、ちょっと不便に感じる。でもハンドル、でもハンドルに固定してる方がハンドル切ってシフト切る方が大変じゃなくないですか。あ、まあそうか、うん、分かんないです、僕のスキルだと。あ、そうですか。でもこのツッチがいつも言ってるその ACC とかディストロニックとかついてないですけど。いや、でもシートヒーターついてますよ、うんうん、あれ でも M2 だったらなんか許されるじゃないですか。このブラインドっすか。ブラインド、はい、ブラインドおじさん。いや、ブラインドは正直欲しかったっす。そうですか、はい、けど M2 だったらなんか許されます、なくても。まあ、でもそれまた年式によってね、はい、変わってくるんで。これブレーキめっちゃ効く、びっくり。ブレーキしっかり効くのってやっぱり飛ばせるじゃないですか、うん、止まれるから大事っすよ。それ音ブレーキなき知ってないっすね、あんまり。してないっす。こんだけ大きいの、はあ、いや、いいなこれで。そのさっき話戻っちゃいましたけど、うん、なんかロングストロークになって、うん、その高回転まで回して気持ちいいみたいなエンジンじゃなくなっちゃったのと、うんうんうん、あとそのターボ、うん、がちょっと BMW としてどうなんだって言われるんですけど、でも僕の個人的な考えですけど、一番このターボの流れを自然にこう組み込めるのって BM だと思うんですよ。そこ抜いてっちゃっていいですか。だって2002でしたっけ、はい、世界初。そうですよ。ですよね。BM したらターボですよ。ですよね、はい、なんか一時こう NA メカチューみたいな、はいはいはい、そんな流れからやっぱりなんか NA が一番いいっしょみたいな雰囲気ありますけど、やっぱり BM って言ったらターボじゃないですか。めっちゃ速い。うわ、すげえいい音しますね。シフトの入りはどうですか。いや、すげえもう機敏に、機敏に入ります。はい、クイックに入ります。ポルシェに比べるとすんなりっていうよりも入ってるって感じですよね。ああ、しっかりしっかりしっかり入ってるって感じですよね。はい、シフトチェンジ感がありますね。はい、ポルシェだと音聞いとかないとどこにシフト入ってるか分かんないですもん。はい、だそれからするとかなりダイレクトがありますよ。え、これめっちゃいいなマジで。助手席もその乗ってて、はい、なんていうんですかね、ゴツゴツ感が、はい、やあって乗りづらいとかっていうのは全然ないですね。と足もいいし、はい、ブレーキもいいし、マフラーもいいし、いや、いいな、買いたいです。そしてまたこの何回も言いますけど、うん、サイズが僕的には完璧なんですよ、うん、あーとかないですもん。だってハンドルさっき言ってたけど別に運転してみるとそうでもないですよ。大きさですか。いや、もうちょっとちっちゃくして。あ、そう。じゃあハンドル変えて、もうそうですね、もうちょっとちっちゃく細くしたいです僕。あ、はい、それさえ変えればほぼ完璧ですね。いや、いいですよこれ。ちょっと考えようかな。 M2 か。 M2 って意外に値段、はい、確かそんなにね下がってないんですよ。あ、456あたりをずっと止まってる感じですね。いや、これはでも残る気がしますよ僕。分かる気がします。それはめっちゃいい音してる。
けるんだったらもう一周行きたいですよ僕帰りましょう帰りましょう帰りましょう。これはいい。次になるオーナーさんに怒られちゃいますよ。そうですね、乗りすぎだって、はい、わシートヒーターめっちゃあったかい、まあ、そういう車じゃないんですけど、でもいや大事じゃないですか。でもそうですね、土がよく言うそのね、疲労防止のために、いやそうらしいですよ。血行不良によるその疲労を軽減するためについてるみたいですよ。さっき言ってたワイドミラーどうですか。あんまり正直なところ、はい、正直レギュラーなんで、これはどちらでも恩恵はないかなっていう気がします、はい、でも確かにちょっとこの後ろの座席のヘッドレストよりこっちが見えるのは、はい、まあ安心感ありますね、はい、だからそれによってこうすごく便利かっていうと微妙です正直、はい、あとはまあ青いんで、はい、もしかしたら夜使えばかなりこう後ろの後続車のライトとか眩しさ軽減されて、ちょっとこの暴言使わなくても自動化、はい、その辺の恩恵はあるかもしれないですね。だ昼間乗ってこれうわすげーっていう感じでは正直レビューだとないです、はい、でもさっきも言ったように前期のこのラインのこのデザイン好きなんですよね、はい、後期になるとちょっとね柔らかいんですよイメージが。なるほど、うん、すごいそういうのはいい気がしますけどね。いやこれいいな。これ感動したかって前回の続きもそうですけど、感動したかって聞かれたらノーですけど欲しいっすこれ。いやもうでも正直もう あれじゃないですか、前にも話したことありますけど、感動はあんまりしないですよね。いやそんなことないですよ。そんなことないですよ。いやだってここまで乗ってんですよ。だからそのやっぱり、まあまあまあ、いろんなのに乗ってバグってるっていうのはありますけど、ね、だからここでわーすげー M2 とかって言ったらツッチ嘘くさってなりますよ。そうっすかね、うん、でも本当にいい車は本当にいいって伝えられれば一番いいんじゃないですか。 それ、いやなんか僕の欲しいところとぴったりマッチしてます、このサイズ感という。本当にあの乗ったことない車じゃないと、そうですね、こんな感動はステルビオとかですか。そうやっぱりできないですけど、ステルビオはびっくりしましたね。いやそれがね感動したからいい車かっていうと、そうですね、また別の話ですから、うん、まあでもこれだけみんな考えて作ってるメーカーなんで良さはね、いいですよ、これはどこを取るかじゃないですか、うん、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナより BMW M2 をご紹介させていただきました、はい、引き続きボンドカーズでは全国の皆様から買い取りを募集しております、詳細は概要欄よりご覧ください。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。